三ダイ平は日本の評論家、ラジオパーソナリティ、福井県出身。日本において実質的な意味で初のラジオパーソナリティであったと言われている。ジャーナリスト、政治家の山谷エリコは娘。生まれは実母の実家のある福井県あわら市のあわら温泉。その後東京で育ち、日本大学の法文学部に進み、戦時中には 学徒動員を経て1944年8月、志願して、加藤春戦党隊に配属されたが、無事生還。戦後は、三経新聞政治部記者、地元福井県の福井新聞政経部長を経て、1953年に、福井放送に入社し放送部長に就任。1956年6月1日より同局で、当時としては、画期的だった朝の生番組、 おはよう皆さんを開始し人気を博した。後に、同局の常務取締役編成局長に昇進した。あとも1963年まで番組を継続するが、同年11月に行われた第30回衆議院議員総選挙で、福井県全県区より立候補するため同局を退社。それに伴い番組も終了。総選挙では落選し、無職となった三夜は自宅を売り払い、 家族を連れて東京に移り、やはり地元、福井県に本社がある福井ビニールの東京営業所長となった。1965年には日本放送でテレフォン人生相談のパーソナリティとなり、絶望は愚か者の結論なりと申しますの名言などで人気を博す。翌1966年からは朝のワイド番組トゥデ y のパーソナリティに就任。同番組は その後、右予曲折を経て、1973年に、三夜親平のおはやよう、日本となり、三夜は亡くなる直前まで同番組のパーソナリティを務め、日本放送の朝の顔とも言える存在となった。しかし、1984年11月2日、放送文から、おはやよう日本を、体調不良で休園した。1984年11月28日、 白血病のため死去、62歳没。結果的に復帰することのなかった、おはやよう日本はその後、翌年春の改編まで複数人を大学に立てて、つなぎ、春からはそれまで八時代を担当していた、高島秀、竹が、高島秀、竹のおはやよう、中年探偵団として、おはやよう日本の枠も担当することとなった。ありがとうございます。